何年ぶりだろう。リアル7年ぶりぐらい。レオもそんぐらいでしょ。俺そうだね、2015年とかだから、まあ、多分そう7、8年ぶり。ワンマンは人生初。ワンマンしたことあるけど、ちょっとしてる。別にいいじゃん、なんで恥ずかしい。あのなんかさ、この壁懐かしくない？なんでわかる？このね、なんかね、レンガ。裏の壁ってこれなんだ、あの自撮りでわかる。そんな感じでですね、FC 限定なんで、セットリストもコアです。そうね、昔の曲もいっぱいあるし。そう、ちょっと、まあね、楽しみで、みんなに届けれたらな。ちょっと、いつもとは違うね、プレミアムなライブをみんなに届けれたらなと思います。お前、つけるよ。ん？ブラックオール14周年のラバーワンで。失礼、見てください。全員つけない、俺だけ。ブラックホールへの愛を。いやいや、つける。じゃあ俺もつける。今日つけなかったら、一生つける機会ないぞ。これ結構かわいいな。ね、かわいいね。かわいい。みんなね、これも買ったら俺らとお揃いになれますよ。売り物だよね、多分。かわいい。分からん。禁煙してます。禁煙生活1日目。はい、飲みます。このままいきます。はいはい、ラスト。あっすっ、これは FC 限定なんで、ラスト楽しんで。まあ今ツアーがね、かなりいい感じなんで、うん、ちょっとどうしても久々の曲があるんですけど、ね、まあちょっと楽しみ。まあ頑張ろう、うん、はいはい、いける。オッケー、じゃあ今も楽しんでいきましょう。ケネクセイ。ゼロヘルツさ、もう5周年迎えてさ、ブラックホールなんかやってそうじゃん。やってないんだよね。でめっちゃ多分おのおのはやってきて通ってきてっていうのがあると思うんで、その辺ちょっと聞いていきたいなと思います。いやマジでよかった、みんなのおかげで、あの今日は店長に怒られないで済みそうです。こんなに完璧なライブがもう本当ブラックホールで未だかつてあったのでしょうかと思うぐらい、あのおかげですごい楽しいです。ありがとうございます。こういうなんか本当にあの来てくれる人が5人ぐらいのブラックホールをやったことがもちろんいっぱいあるんですけど、こんないっぱい集まってくれて、あーやばいね。もう俺あの今日ヘアメイクでさ、ちょっと息が早かったんだけど、ブラックホール我が家が来たら、お店前に、ね、店長の宮さんがこうやって座って待っててくれて、うん、おかえり入れてくれて、もうめちゃくちゃ嬉しかった。ありがとうございます。いやー、池袋ブラックホールね、エモいですね。エモいっすね。やばいよ。当時ね、テイカとやってたバンドで、あの新曲バサラっていう曲をすごいのをここでお披露目したんだよね。確かに応援その時俺ら3人のバンドですけど、かっけえバサラをねやって、その後サクリファイス。いやいやバサラやって、その後サクリファイスってことやったんですよ。ギターソロ1分半ぐらいあるんですけど、すばらね、よく覚えてる。サクリの鎖はやってないんですか？サクリの鎖は俺たちのバンドの歌なのに、なのね。まあ、あのサクリファイスとかやったんですけど、なんかちょっとね、その時の景色を味わってるんで、すごい最高ですね。なんか本当にあの FC 限定というちょっとコアなあのライブではあったんですけど、こんなにねたくさんの人が来てくれて、まあソールドということで、あの本当に嬉しいです。ありがとうございます。メイさあ、お疲れ様でした。よし、楽しかった。よし、お疲れ様でした。もう宮地さんがこれ、おい、マジか。いやあ、はい、頑張れ。お疲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 れ
うまっ。あ、美味しい。ゼロや。ねえ、これは多分カロリーありだよ。カロリーありこれ。ありだゼロに感じる。ゼロや。うまい。いろんな意味で。いろんな意味。はい、池袋ブラックホール、FC 限定ワンマンライブありがとうございました。はい、今回ね、このこちらのブラックホールが、14周年ということで、そちらのお祝いもありつつ、僕たちファンクラブがあるんですけど、そのファンクラブに入ってる方たち限定でのワンマンライブということでね、たくさんの人に来ていただいてソールドアウトということで、素晴らしい景色と、そして素晴らしいファンのみんなをここの思い出のある、ブラックホールに連れてくることができてとても嬉しいです。ありがとうございます。これからもよろしく。ちょっと忙しいみたい。バイバイ。また元気で。2週間後よろしくお願いします。2週間後こちらこそお願いします。14周年おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。みんなも頑張ってな。来週楽しみにしてます。な、ありがとうな。もちろん宮殿の宮にの宇宙の海地球の地宮内今ねライブ終わってちょっとねみんなで乾杯させていただいて飲んでます。お疲れ様でした。俺だったら乾杯のとこしようよ。乾杯やりましょう。もう一回乾杯。もうあの知っちゃったんでもう一回じゃあ乾杯だけしちゃいましょう。乾杯だけ。え、この3人さあもうゼレルズお帰りー。あーお疲れっす。宮内宮内かけるか。すごい宮が大きめだけど。おお。宮丸。け。このねやっぱ字がいいよな。宇宙がいいよ。あ、ミヤでしょ。俺、海ですよ。宇宙のう、好きだから。字がいない。レテン書いといて。そうすればレオが字書けば大丈夫。レオのところにも字書いて。確かに、先に書いておこう。すごいね、劇画タッチの。地球ベルベル。あ、贅沢。こっち、宇宙書いておこう。宇宙が見えない。最高まで。よし。いいね。目となく